サルーンね終わって、で今日11月の20何日でしたっけ、23なんですけど、ちょっとのんびり公園でね話をしていこうかと。まあ画面には映ってないけど、ここにはケンさんがいます。知る人ぞ知る人ですね。一般人、一般人。そう、あとチャンネル登録者数もね、なんかもうほぼ1500人っていう、なんか突然伸びて、なん、ね、動画サボってたんだけど1ヶ月ぐらいこのサルーンもあってありがてえ限りだなと思うんですが、そう話をすると、もともと多分だけど5月か6月にあのサルーンの、日本公演があるんだけど入んないかっていう話が来たんだよね。でまあそれに向けて、なんだろう、突然入れるのもあれだから他の公演でもいろいろ入ってくんないってことでサウジアラビアとか行ったりしてたんだけど、もうサウジアラビアも俺3回目だよね、行くのがね、その時で。そうっていう感じで、まあでもね、最初はねぶっちゃけそのサルーンってショー自体は出来上がる、なんだろう、キャスティングそのもの、まあウエスタンのショーだし俺アジア顔だし明らかに合ってないし、そのクリエーションの段階では、そのクリエーションが俺が卒業した年と一緒だから、サーカス学校3年ぐらい前なんでね。でその3年ぐらい前の時点で俺に声がかかってないってことは、まあ俺が成長してない、成長したっていう見方もあるけど、まあ俺はそんな必要じゃないキャラなんだよね、ショーとしては。そうだってアジア顔だし、音楽できないし、与えられてても、そう、まあその話は後でしますけど。そうで、そってことはなんか、なんだろう、そんなに日本公演だから入ってるんですよ俺、うん、だから日本っていうバックグラウンドを使われてるのがすごい嫌だった、正直なとこ言えば。最初はね、そう、実質もうもはやパンダじゃないですか、なんか全然そういう風に見えんかった、ね、まあ結果的にですよね。そうそう、ケンさん見に来てくれてるからそう言ってもらえるのありがたい。そうそう、実際ね、まあ俺もそう思いますよ、そうは思いますけど、それぐらい力はあると思うけど、呼ばれた時点ではそうだったんですよ、俺の感覚としては。だってショーに合ってないもんって俺は思ったので、実際その8月とかに始まったプロモ活動も日本で俺だけがやってたんですよね、なんかこうテレビ局に、そうそうそう、その話もちょっとするなら、なんか8月にねやったのはフジテレビのなんかお台場で夏いつもイベントやってて、でそれのイベントの一つでなんか出たんだけど、そうサポーターとしてキャインさんとか、あとこじるは違う、こじるは違うんですよ、あれは番組で一緒になって、それ後で出てきますから、めっちゃ言いたい話だからそれそうそう、キャインさんとあとダイスっていう、あのまあ、あれイドルグループなのかな、音楽ユニットみたいのにダイスさんになってもらって、でそのダイスさんのファンがまた多かったことね、あのやっぱり若い女性のやつで、その屋外イベントでやったらダイスさんのファンがもうめっちゃ来てて200人ぐらいかな、そのすごい小規模な会場に、うわすげーと思って、でそんな若い女性だけの前でやることねえわと思ったんですけど、もう一生ディアボロを、え、そうね、やったの、やったやった、でもですよ、宣伝なんでサルーンの。でその後、まあまあ台本通りガチャピン&ムックとディアボロ対決っていうのがあったんですよ。でガチャピンと対決ですよ俺が、あのディアボロで、いや練習してきてた、すごい、回すだけはできてた、できてたと言っていいか分かんないけど、中身って変えてるんじゃないの、いや知らない、まあ、そこは詮索しないでおきましょう。でもすごい背が小さかった、着ぐるみの時点で俺身長166しかないけど俺より小さかったまあそうそうそう、でまあで、あのまあハイトスどっちが高く投げ上げられるか勝負みたいなことをやって、であのジャッジがウド鈴木さんだったんだけど、なんかあの言っていいかちょっとこれ分かんないですけど、台本には俺が勝つ手になってたんですよ。まあまあそれは無難にそうじゃないですか、だけどいろいろあって、でガチャピンの勝ちって言ってくれたおかげで会場ガッて湧いて、ウドさんがで、うわーっと俺もそこでめっちゃ感謝した、これは確かにそうだわと思って、俺が実際勝ってようが勝ってなかろうがその方がおもろいじゃないですか。そうとか、なんかそういうののプロのやつを目の当たりにして、わすげえなーと思って、
ネットとかでなんか見れる。なんかね、その様子はなんか富士のあの昼の番組とか朝番組とかでなんか流れてたらしいです。俺は知らないですけど。見てない。なんだっけ、バイキングだっけ、昼、富士の昼って。あ、多分バイキング。バイキングですよね。多分どっかに流れてたっていうのは後で聞きました。うん、ああでもイベントがありましたよぐらいの感じだった気がします。確か。話が全然進まないけど。でその時にイベントはやっぱトークもあるんで、下りでムックが。なんと新田さんはサーカス学校でディアボロを教えていたこともあるんですぞとか言い始めて、でその時あれと思ったんですよね。俺この話はフジテレビの人にもしてないし、あ、フジテレビの人ってさっきが言ってるけど、フジテレビはあの招致してくれてるとこなんで、うちの賞を買って日本でやろうとしてるのがフジテレビなんで、シュクエロワーズが全部やってるわけじゃないですよね。でチケットとか売ったりとか招致に関してはあと共同東京さんとか共同大阪さんっていうのがやってるんだけど、まあそのフジはプロモーションが強いからそれで俺がやってたんだけど、そのムックがそれ言った時に あれと思ったんで、俺はそのフジテレビの人にも事前にそういう話してない、してないし、ウェブサイトにも書いてない。そう、俺を調べても多分出てこない。で誰が知ったんや。その時に俺ふと思ったんよね、この話最近で知ってるとして可能性が高いのはピグミックスだけなんだよなって思ったんだよね。でかつムッ、あ、ガチャピンがディアボロ練習してきたことを考えるとピグミックスを見た可能性が結構高いなと思った。ガチャピン金目すぎだろ。そうそう、ちょっとその可能性、まあ聞いてない、聞けないから聞いてないけど、なんかそんな感じしたんだよね。そうそう、もしかしたらガチャピン&ムックもあのフーム所属の YouTuber であることからももしかしたら見てくれてるかもしれ、見てくれてたのかもしれないね。そうそうそう。でその後次にプロモ活動があったのがプレミアの巣窟っていう、これがさっき言ったこじるりの番組ですよ。こじるりと、菅山野さんが、メインキャストの番組で、プラスなんかアナウンサー、富士のアナウンサーと、あとオジンオズボン篠宮さんがあのやってる番組だったんだけど、今はねちょっとまたキャスト変わって2人だけになっちゃったんだけど、それ言ってディアボロを教えるっていうくだりがあるんだよね。 あとその時はあのゲストで他にリリコさんも来てたわ、あの元プロレスラーで歌うまい人、なんかあのごつい、そう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 、で来てて、そのあのみんなでディアボロに教えるっていうのやってたんだけど、いやーこじるりが俺のディアボロ使ってディアボロを俺が教える、もうないでしょって思って一生の運使ったわと思って、すげえ興奮して写メ送ってきた、そう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 、でそんでもってその番組のツイッター用とかウェブサイト用の写真が俺とこじるりが隣なんだよね。あ、そうそうそう。見てない。見てない。あのなんか多分俺なんかツイッターとかプレミアの巣窟のツイッターとか過去ログ探っていけば出てくると思うけど、いやまあ別に俺そんなに芸能人どうこうじゃないけど運は使い切ったなと思いましたね。でその時もやっぱ思ったんよ、やっぱキャインさんとか、まあ、キャイン天野さんしかいなかったけど話がやっぱうまい。なんか例えばその時まあ俺ひげ生やしてるじゃないですか。でこじるりさんにあのそのひげあんまり揃ってないのはなんか理由があるんですかって振られて、そこまで俺結構、まあ、あの番組見てくれ、番組だとだいぶカットされてるけど話うまくしててうまくできてんなってちょっと時間で、それだけは答えられなかったんですよ。うわって2秒ぐらいどもっちゃった時にキャン山野さんが違うよこれディアボロと一緒で傾きが治るんだよとかって普通に言って、いやマジかと、頭の回転早い、ちょっと違う、それ俺が言わなきゃダメなことだし本当は、なんかプロすげえなってそこでちょっと思った、そうちょっとこれ通るまで、そうはい、なんか富豪の遊びみたいな富豪の遊びみたいな、なんだろう、なんだなんだ、マリオカートみたいなの子供が乗ってるんだけど。まあいいや、それでそのプレミアの巣窟が終わって、であとはあのその時はもう何もないかなとか言ってたんで、あのじゃあモントリオールにちょっと遊びに行こっかってトレーニングしがてら行こうかと思ったんだけど、その直後ぐらいにまた連絡が来て、あのあと次カンテレ電話やりますっつって収録を、それがピーチケパーチケって番組だったんですけど、ピーチケパーチケで、そのフジテレビでのそのプレミアの巣窟の俺のトークを買ってもらったのか何なのか分かんないけど、あのピーチケパーチケではめっちゃ話させてもらったね、30分ぐらい話したかな、それも割とうまくできた。で相手がまた、まあ、知ってる人は知ってると思うんだけど、あのもう話のプロ兵道さん、矢野兵道の兵道さんとか、あのおすぎとピーコの
あ、おすぎとピーコでしたっけ。おすぎとピーコ、そうね、多分今福岡にいるみたいだけど。あ、そうだね、だピーコさんが、うん、ピーコさんと兵頭さんのダブルキャストの番組なんですけど、そこでも話うまくできたなって俺は、まあ、あの割と素人の割にはちゃんと話が面白くできたんじゃないかと。あのサーカスを回ってて日本帰ってくる時に、あの何だろう、あのアナの機内食で出た味噌汁で泣いた話とか、そういうのとかをして、結構そんな話するんや。そう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 、だから普通にトーク30分ぐらいしてたらそういう話とかになるんですよ。すごいな。そうそう、その時にもう俺これ猿終わったら契約もないし、芸能のそういうと話、俺もともとラジオも好きなんで、オードリーのオールナイトニッポンとか、クリーピーナッツのあれとか、まああのその星野源のオールナイトニッポンとか、まあそのジャンクとかもそうだけど、割と聞いてるんでラジオは、そういう話がすごい上手いっていうのにすごい憧れもあるから、そうなんかそういう道もまあちょっと考えようかなと一瞬思った。まあ、昔のあなたかを知ってる人からしたらちょっと何言ってんだって話ですよね。そうそうそう、何言ってんだって話なんですけど、そうそう。なるほどね。そうそうって思い始めて、で実際にショーが始まるまでは特に何もやることがなくて、でそうそう1ヶ月ぐらいぼーっとしながらやることねえなって思ってピグミックスの活動を精力的にやってたんですわ。なるほどな。そうそうそう。そう、毎日上がってた。そう、めっちゃ動画上げてるでしょ。めっちゃ大変だからね、言っとくけど。うん、本当に。ここでちょっとだけ話すると、ピグミックスをなんでやってるのかって話、サウジアラビア公演に行って、でその前ぐらいからあの YouTube でそのコココロチャンネルっていうのを料理のやつ見始めてて、もうあの貼っとくからみんな見たい人見て、マジで面白いから。マジで面白い。そこの大西さんって人めちゃめちゃ面白くて、でその俺料理めちゃめちゃ興味なかったんだけど、そのシェフがあまりに面白すぎて、面白い、そう面白くて、こんな面白い人がやってる料理ってやっぱおもろいんやろうなと思ってやり始めたんですよね。そしたら実際面白かった。実際ラー油とか作ってたもん。そうそうそう、自分でラー油とかね。結構ガチ勢だからね。でそれもあってサウジアラビア行った時にそのお土産を持って実際にお店に行って、こういうあのいつも楽しませてもらってますって、別にもうそんなもう写真撮ってくださいなとかサインくださいみたいな、そういうことじゃなくて、なんかもう本当に一言だけ声をかけて帰ろうと、あのもちろん食事を楽し食事バーを楽しんだ上で一言だけ声をかけて帰ろうとしたら、あれ裏は新たじゃねってなんか声が聞こえたんですよね、その店から。ああ。うんって思ったら、なんかそのバイトの人が 俺のこと知ってくれてて、うんって思ったんですね。でも俺もどっかで見たことがある顔だなって思ったら、俺が大学時代にサーカス学校、総理サーカス学校っていうのが群馬にあるんですけど、そこに1週間だけなんか強化トレーニングみたいなのが行ったことがあって、その時のメンバーだったんですよ。あ、そうなの。そうで今バーテンダーやってるっつって。そうそう、でバーテンダーでこう心で働いてるっつって。そうなの。そうで、うわそんなことあるってなって、まあまあでもそこはね、まあさよならっつってその日は帰ったんだけど、でそこで俺は思ったんよ、料理とか味って生きてく上で絶対欠かせないものじゃないですか。食事って1日まあする人は3回するし、もっとする人もいるかもしれないけど、俺は1回なんだけど、俺はするからってなった時に、そのそれを絶対にやんなきゃいけないことが幸せかどうかって割と人生の幸福度に関わるなって思ったんですよ。そうで、そういうのに結果的にその人が面白いという理由から俺は入ってったけど、それも YouTube の魅力の一つだなと思って、でも俺はできることがそんなないから、じゃあジャグリングで同じことやろうと思って、で実際 YouTube でそのジャグリングの動画とか調べても数が少ない、そもそも。そう、ね、そう数が少なくて、まあ正直あんまりジャグリング興味ない人が見れるかなっていうとそうではないかなって俺思ったんだよね。そうだから俺はああいうスタイルの動画をしようと思ったわけですよ。なるほど、ね。うん、そう。マニアックやと思うけど、あのマジックノットとかね。え、そう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 。いやでもこういう深い世界があるんだっていうのも、そのジャグリングが興味ないとは言わないけど、ディアボロ興味ない人でも、ね、あ、まあ分かってくれるように、だからあれをガチでやり始めたら面白くないんですよ、多分。ああいうテンションでやってるからまだ見れる。そもそも面白くないとダメだと思うんで、そう、それを割と重要視してやってる。うん。あの。なんだろう、写真撮ってくださいとか言っちゃダメよ、そこはあくまでレストランだからね、あくまでレストランだから、シェフを出せみたいなこと言っちゃダメだからね、みんな。俺は偶然たまたまが重なってバイトの人が知ってくれてるっていう状況が起きてしまったからあったんだけど、でそれもあって今回来てくれたんだよね、猿にも。あ、そうなん。そう、あのシェフがツイッターで上げてくれてたけど、わざわざ来てもらって、でもそんな尊敬する人に来てもらえて俺は
感極まってるところなんだけど、まあまあそれはいいとして、いろんな人が来てくれます、ね、そうそう、でピグミックス活動ずっと一緒ずっとやってて、 JJF でもねみんなに、まあ、お世話になりましたよ、ね、JJF の動画もあるから見てね、はい、そんな感じかな。なるほど。そう、これちょっとあのタイムスリップするかもしれない話なんだけど、サウジアラビアの話をちょっと忘れてて、サウジアラビアって数年ぐらい前に俺がシルコポリスっていうシルクエロワーズのショーで行ったのが、まあ、一般的に女性がステージの上でショーをして初めてのショーって言われてるぐらいエンターテインメント文化がなくて、でかつ女性と男性の接触が禁止、ステージ上での宗教的に、そう、女性と男性がショーを一緒に見るのも禁止、女性は、ズボンみたいなのを履くのも禁止、なんかダボダボっとしたなんかタイパンツみたいなのしか着れないとか、衣装の問題とかもいろいろあったり、演技の問題もあったりとかで、だけど俺たちやったんだよね。でその後から割とサーカスが結構入るようになって、その後俺 ID でも行ってるんだよね、シルクエロワーズの ID、 6年前に日本でも ID は日本公演やってるんだけど、そうそう、日本公演シルクエロワーズのサルーンの前のショー ID ってショーで6年前に日本でやってるやつになるんだけど、そう、俺はそれを見に行ってる、大学生だったその時、そうそう、そうそう、でサウジアラビアっていう国はそういう国で、なんかエンターテインメントがやっとね王子様が変わってそういうのを受け入れるようになって、文化が変わってきつつあるんだけど、この前あのね、あのまあサーカス関係のショーで演技中に客が乱入して3人刺されたっていう事件もあったりとかね、やっぱりその宗教の問題っていうのはやっぱり難しくて、そういうのもある国ではあるんですけどね。でもやっぱり今ショービジネスはそういう意味でお金のあるサウジアラビアと中国、この2つがめっちゃビッグマネーを持ってるので、そう、ここ2つがどの会社も狙ってるところですね。そう、東京公演に全然行かないけど、話がシルクエロワーズってのはどういうカンパニーかって話なんだよね。そうそうそう、でシルクドゥスレイとねやっぱ比較されちゃって、俺ツイッターとかでエゴサーチもするんですけど、やっぱりシルクドゥスレイ言うと間違えてる人がいるんだよね。で、うん、まあシルクって意味自体がまずフランス語でサーカスって意味なんだけど、なんだろう、シルク・ドゥ・ソレイユは太陽のサーカスって意味だし、シルク・エロワーズは、まあ、日本では稲妻サーカスとか言われてるけど、まあ、稲妻ってちなみにフランス語だとあのエクレアで、なんだろう、エクレアのこの食べ物のね、お菓子のエクレア、あれ稲妻みたいになってるからエクレアの語源なんだけど、カナダの中でもケベック州ってとこはフランス語を公用語にしてて、その中にモントリオールとかケベックシティとかがあるんだけど、そのさらに、東の方に行くとアカディア島っていうのがある、島があるんですよ。でそこはもう民族的に日本でいう、なんだろう、こうアイヌみたいな言語の場所で、そのトラディショナルな言語のエロワーズっていうのは稲妻って意味なんだよね。だからフランス語ではない、あれは、うん、そう、実質フランス語ではない。シルクエロワーズカンパニー、カンパニー名ですね。カンパニー名ではないのかな、まあまあでも活動名はシルクエロワーズ。独立してるってこと？あ、全然違います、全然違います、完全に母体が違います。そうそう、でやっぱり特徴としては、まあシルク・ドゥ・ソレイユと比較するのが変なんだけど、シルク・ドゥ・ソレイユと比較して違いを言うなれば、やっぱり人数が少ないというところ。まあ今回のサルーンはこれでもめちゃめちゃ多いんだけど、日本公演のためだけに3人増やしてるからね。でこのあとスイス公演行くときは4人減るんで、俺も含めて、そう、それでも全然成り立つショーを作るのがうちのやり方だし、そうなんだけど、だからサーカス学校出身者が非常に多い、俺もそうだし、今回のチームメンバーもモントリオールのサーカス学校とケベックのサーカス学校の出身だけで、8割か9割は占めてるはずなんですよね。名門ばっかり、名門って言っていいか分かんないけどでもやっぱりそのいろいろできないためで、今回あの見てもらったら分かると思うんだけど、シーナっていう女の子、バイオリン弾いてエアリアルやってシルホイールやってラッソーも一番うまいっていう子がいるんだよね。でそういう人たちがたくさんいないと成り立たないから、そういう少人数のショーって。そう、一人何役もできる。そう、シルク・ソレイユはだからどっちかっていうとそういう人たちもいけるけど、なんだろう、スペシャリストロシアとかのスタイルの人がハマりやすいんだよね。で俺はそのエロワーズに行きたいというのもあって、成長できるって言ってたもん。そう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 、サーカス学校に行ったりっていうのも実はあったりするんだけど、そうそう、そういうのが魅力だし、やっぱり
その一つのことだけナンバーになるのって難しいかもしれないけど、いろんなことできた方がやっぱ人生楽しいし、人間の可能性みたいのを感じるのはシルクエロワーズのショーだなって俺はいつも思ってて、そうだからそれが魅力だなってずっと思ってて、だけどそれをねショーの前に言っちゃうとさ、なんか強制してるみたいになっちゃうじゃないですか。だから終わった後に言ってんだけど、そう俺はそれがいつも魅力だなと思ってる。だから演出だとして俺はジャグリングがとかディアボロが得意な人だけど、アクロバットとかもするけど、ステージの上にただ立ってるだけで魅力がある人っていうのが最強のシルクエロワーズが求める人材、うん、だからまあジャンルは全然違うけど、例えば俺椎名林檎さんとかもうめっちゃすごいと思う。あれ化け物だと思う。なんかだって実際にショーして、ショーっていうか人前に、まあ、規模が違いすぎるけど人前に立つっていう回数で言ったら割と俺もめちゃめちゃ多い方だと思うけど、そういう次元の話じゃないから、やっぱりそういう経験、その人生の生きてきた経験とかね、そういうのが違うんだろうなと思うんだけど、サーカスの世界にもそういうのがいる。俺が巻いたシルコポリスっていうショーだったアシュレっていうのが特にそうだったんだけど、もう私生活のまんまポポポポンってこうステージの上に立って走って立ってるだけで、あグッド地球便で出てたかな、うん、もうめっちゃ尊敬してる人なんだけど、おじさんなんだけど、変なおじさんなんだけど、めちゃめちゃすごい。もう本当に私生活のまんまステージの上に立っていくだけでショーになっちゃうから、そんなストレスもないじゃないですか本人が。それだったらそれは最強だなって俺いつも思ってる。結構おじさんだったよ。おじさんも40なんだよね。はい、というシルクエロワーズの魅力があります。その中でサルーンっていうのはどういうショーなのかって話なんだけど、まあ、ウエスタンをテーマってことになってるけど、ね、サルーンの前までは実は生音楽あんま使ってなかった。で逆にサルーン後から全部生音楽に変わった、シルクエロワーズのショーが。あー音楽すごかったもんね、うん、でそう、あのミュージシャン勢が3人いて、そのうちの1人がバイオリンで、さっき言ったシーナっていう化け物なんだけど、俺の同級生でもある学校の、もう本当に化け物だよねあれは。バイオリンって一番多分後から始めると難しいから、彼女3歳から始めたっつってるし、バイオリンは、バイオリンっていうかまあフィドルだね。バイオリンって言うとクラシックな言い方になっちゃうけど、カントリーミュージックだとフィドルとか言って言い方になるんだけど、そう子供たちが元気にダンスしてる。そうで、やっぱりサルの魅力はやっぱりね、フジテレビが買っただけあって、あの売れるショーなんだよね。コマーシャル能力が非常に高いショーだと思う。あのサーカスのショーって、この前あのジョーカー見てきたんだけど、映画の、なんだろう、エンターテインメントがやっぱ日本で売れるんだよね、アメリカとか。コマーシャル能力が高いといえばそういう。でその上でウエスタンなんて、日本だったら本当にあのディズニーランドのなんだろう、スプラッシュマウンテンでぐらいしか聞かないんじゃないかっていうぐらい、馴染みあんまないんだけどね。なんかまあウエスタンっていうもの自体わかるし、そういうショーもあるよっていうのは面白いかなとは思う。で逆に他のショーは割と、フジテレビがやる規模のショーにはなんないんじゃないかなっていうことですね。ID は名作な、 ID もエンターテインメント寄りなので、うん、ID もだから人めっちゃ多いんでね、ショーの中では。で来年俺あの新しいショーに入るんだけど、それもまた人数減るしね。ちなみに何人ですか。いやそれはまだ分かんないですけど、俺もキャスト陣は知らないけど、一部しか。でもあの会社としては小さくしていく方針。その代わりスーパースター集めるみたい。そうですね、うん、ちなみにあのサルーン見てもらった人は分かると思うんだけど、今回ジャグリングのスペシャリストが来てて、でも彼も別にあのアクロバットもできるし、あのあれもあのチャイニーズボールも入ってたでしょ。入ってたのが、そんないろいろやってたの。そうやってた、チャイニーズボールやってた。クラブはすごかったね。そうそうそう、だけどまあガチでちゃんと上手い子じゃないですか。だけど普段は彼がいなくて、あのティーターボードの子もクラブジャグリングできるから、ティーターボードの人がシックスクラブとかまではできるから、やったりとかね、とかそういう人材の集まり。この話後でも出てくるんだけど、怪我人が出た時に非常に重要なんだよこれ。うん、そういろいろできない、そうカバーがし合えるっていうのがあって。サッカーの日本代表みたいな。そういろんなポジションができるみたいなことですね。そうそうそう。はい、そんな感じですかね。そうで東京公演をじゃ始まりましたと、今更ね。やっと始まりましたって、シアターオーブっていうシアターがもう2000人ぐらい入るところで、1800かな。でもう渋谷駅の目の前のめっちゃいいとこ、めっちゃ光栄っていう建物の一番上で、光栄、そうそうそう、めっちゃいいとこなんですよ。
マジか。そうそう、ケンさんはね大阪のオリックス劇場しか来てないけど、そう2週間ぐらいやったのかな。で土日はやっぱり人が入ったけど、平日はうーんって感じで、まあ実際の赤字黒字はどれぐらいなのかちょっと俺分かんないけど、うん、まあまあうまくいったことを願って。そうなんで乗り気じゃなかったかっていうと、さっき最初に言ったやつになっちゃうけど、だけどまあでもそれでも日本公演やるんだし、もう一回戻ってきたいわけよ俺は。シルケロワーズがすごい好きだから、それをもう一回やりたいから、それの成功のためにはね、まあ多少そういう面はあろうとやりたいなって思って、はいやりますって言ってね、やろうと思ったわけなんだけど、だから公演が成功することが俺としては結構祈りなんですけど、そうだから来てくれた人とか本当にありがたいなと思うし、あの拡散してくれてたらもっと嬉しいみたいなとこがあったりとかはしますけどね。でなんかね、そうそう、東京公演は割とタフで、やっぱりもうなんか初めて、シルクエロワーズ史上もほぼ初めてなんじゃないかって言われてる、1日2本3日連続でやるっていうことがあったりとか、そうこれは俺も経験ないし、シルクエロワーズ的にも過去に多分ないって言ってたから、まあ調べてはないけど、それぐらいハードだったということもあって、怪我人が結構出たんだね東京公演は。なので知ってる人は知ってるかもしれないけど、メインアクトの順番で言うと、最初にチャイニーズポール、その後ジャグリング、ハンドトゥーハンド、まあ途中の音楽とか抜いていくと、次がハンドスタンド、その後がエアリアル、その後が俺かディアボロで、多分白ホイールが先、多分白ホイールが先で、その後ストラップがあって、最後にティーターボードがあると、まあ、こういう流れなんですけど、あのこういうやつティーターボードっていうんですけど、そうシーソーのやつティーターボードっていうんですけど、あれ確かに怪我しそうだね。でそれも接触事故があった、鼻折れてんじゃないかって言われて病院に俺連れてったりとかあったんだけど、であとストラップのやつも腰やっちゃって、ストラップがない回っていうのがある、ストラップって何ですか、どういうやつ、こういう、ぶら下がるやつ、あれストラップ、そうあれストラップっていうんですよ。あじゃあ怪我人だけ言っていこうか。あとはハンドトゥーハンドの女、上の側の女の子が足やってた1回で、あとはあそうティーターボーですね。でその3人が1回同時期にみんな怪我したんですよ。そうやっぱり疲労からかなんからか分かんないけど、でそうなるとやっぱりいろいろ変わってくるので、俺がアクロバット入ったりとか、みんなで全員でカバーする時期になるんだけど、そうするとさまたリハーサルが時間かかってめんどくさいんでね、ショーもあるのにその前からトレーニングし始めるから、そうまた大変になっちゃうんだけど、でそうすると何が起きたかっていうと、その一人ね、オードっていう女の子がいて、その子はピアノとハットジャグリングと白オイルができる。だけどこの3つはやってない、ショーの中で。あ、そうなんだ。そうショーの中ではやってない。であともう一個ショーの中でやってないのが、シーナっていうバイオリンやってた女の子、シルホイールやってる女の子のラスト、これも演目としてやってない。私追加するみたいな。そういや入れ替えるんですよ。入れ替える。そうできない部分を。だからハットジャグリングとシーナのラストを見れた人はレア。東京公演で。その回逆にストラップと、だからハンドスタンド、ハンドトゥハンドとかがなかったはず。だけどそれもさ、そういうのって朝決まるんだよね。そう朝決まって、じゃあこの曲で同じこと、この曲でやれるようにやってねって言ってすぐに入るんですよ。たった 1,2 時間しか準備しない状況でやるんだけど、そうだけど多分見てる側の人には分かんない。それぐらいそういう能力がシルクエロワーズに入りたい人は必要です。はい、みたいな。だって俺もだってミュージシャンと投資やってんの過去2回だけなんで、マジで。そう、その状態本番に臨んでるんで、ドレスリハーサルには。ディアボロすごかったけどね。まあまあケンさん来た後半の時はね、俺はいろいろあってもう一皮向けてたからね、一皮向けてたから。そう知りたい人は直接聞いてください、何があったか。そう、楽しいと思います。そうそう、まあまあでもそういう能力が必要で、東京公演は割とそうドタバタしてた本当に。2週間とか。そうですね、実際1週間半かな、金曜日で始まって月曜日か火曜日で終わってるはずなんで、でその後1週間大阪公演まで時間があって、それはまあフジテレビの人がさ、さすがにこんだけ詰めたら
しんどいだろうってことで1週間ブレイクを空けてくれて、みんな思い思いの時間をね、カップル勢は北海道じゃない、富士山周辺に行ってキャンプをしたり、コテージに泊まってキャンプしたり怪我しそうな、なんでなんでなんで、登るんじゃないですか、ね、登るわけじゃないから、あの、付近で富士山を眺めながらキャンプみたいなところ行ったりとか。ちなみに全然関係ないですけど、富士山で思い出したいから、なんか山頂で財布出して、そうそうそう、富士山、そうそう、そう富士山ね、この財布ね、その話も結構面白い。ちょっとだけじゃあすると、なんかで大阪に行ったんですよ。で大阪公演は、あの大阪オリックス劇場つって、そっちはね満席にすると2400人ぐらいのキャバ、もっとでかくなったんだよね。良かったね。そう、場所もね、もうまあ別に悪くない、まあ東京ほどじゃないけど、すごくいい場所で。でもそれもさ、まだあの楽しませてもらってさ、うん、まあ、大阪のね、あの大阪には実は前入りしてそうそうそう、まあそれもあってね、大阪公演はめちゃめちゃ俺調子良かったんだよね。特に金曜日の夜以外はね、結構良かったと思うんだよな。そうそう、まあ、俺が見に行った回もディアボロ完成すごかったもん、ね、本当ですか。あでもね、あのシアトーブに比べるとオリックス劇場は一番最前線までの距離が遠いので、割とリアクションとしてはちょっと遠く感じるんですよね、やっぱり。うん、それはまあシアターによりますけどね。イタリアのオペラハウスみたいなとこ行ったら本当にもうめちゃ遠いみたいなことありますからね。最前列が本当豆粒みたいになってるようなとこもある、あったことがある。実際フィレンツェとかでショーやった時はそうだった。うん、でなんか大阪公演の途中に、そのフジテレビが主催してるもう一個のやつが、大阪のシンフォニーホールというところで行われてたベルリンフィルハーモニーオーケストラの来日公演やってて、見に行くとか言って、行きたいって言って、絶対行くでしょそんなのと思って、俺たち音楽みんなやってるとし、あので行って、大阪シンフォニーホールってまあまあ知ってる人は知ってると思うんだけど、日本では一番音響施設がいいとこと言われてるぐらいの場所で、そこにしかもベルリンフィルって言ったらもう世界三大オーケストラの一つみたいなところなんで、ものが聴ける、やばいと思ってめっちゃ行きたいと思ったんだけど、俺普段こんな格好ばっかしてるから清掃持ってない買いましょう。そう買いに行った、買いましょう。ユニクロで、心斎橋のユニクロに行ったらさ、そう心斎橋、いやそこまでガチガチになんなくていいよって言われたけど、さすがに T シャツまずいと思って、でなんか、まあ、セーターぐらいだったらまあいいかなと。それであのセーター、そうそう、今日も着てたね、2000円のセーターいや本当はジャケット買いに行ったんだけど、ジャケット S サイズがなくて、なんか S なんや、そう新田君の S、 M でかいっすよ。でかだって、俺あのカナダでズボ、あのトレーニング用のズボンとか買うとき、あの大人の S じゃでかいから、あの子供用の L とか買ってるから。まず、うん、そうそう、とかね、あれ本当にすごい良かった。なんかね、これマニアックな話になっちゃうけど、いいめっちゃいい席でもあるんだけど、もうステレオ感とかもうやばいんだよね。なんか本当にすごかったあれ。あれはいい経験をした。で大阪公演も終わりましてね。終わったんかい。いやだってそれ以上何も話すことが。でもね大阪は割といろいろあったんだけどね。ポケットホルク話せるんじゃないの。まあまあでもやっぱりあのその日本人の人とね仲良くさせてもらったのはすごい良かった。なんかそのそうさっきも言ったけど、さっきも言ったっていうのはケンさんにだけ言ったんだけど、なんか日本人のさ人と突然会ったりすると、俺サーカスの人だっていう、サーカスって言っちゃうともうその時点でなんか一般人の扱い受けなくなるんだよね。それがすごい嫌で、なんかそう別に一般人じゃないんだけどさ、みんな一般人じゃないから、そういう言い方をするならね、俺の中ではなんだけど、特に変わってる人って扱いでなんか話をされちゃうのがすごい嫌で、なんか、うん、話が噛み合わないなってことがすごい多かったんだけど、まあ、昔から知ってる人とか逆にやってる人はね、別にその前提を知ってるからいいんだけど、その上でね、その初めて会うにもかかわらず、そのフジテレビの人とか音響さんとか日本の音響チームの人とか、そういうライトニングチェックの人たちとか、舞台の人はあのなんだろう、同じ仕事っちゃ同じ仕事だから、もうすごい話があって、それが日本語でできることってあんまなくて、普段なんかチームメンバーだと英語ばっかりだから、フランス語とか、それを日本語でめっちゃ話して、普通の人間としてね話してる感じがしたのがね、すごい助かった。なんかよかったなって思う、うん、それもなんか日本公演やってよかったなって思うこの一つですね。人脈も広がったし、そうそうそう、
そうそうそう、いろんなことがあったから、私の給油も見たあ、そうそうそう、やっぱね、毎章ごとにゲスト3組ぐらい来てて、そう、なんかすごいな。それ以外にもね、あの俺はツイッターでエゴサーチしてるから、あ来てたんだっていうのは知ってるんだけど、でも裏まで訪ねて来られる人ってあんまりいなくて、で裏まで訪ねて来る人は差し入れとか持ってくんだけど、大体そうで、そうするともう差し入れえらいことなんだよね本当に。ちなみに差し入れってどういうの持っていけばいいの？いやいや、お菓子とかが多いかな。でもやっぱりうちのチームはビーガンとかベジタリアンがすごい多いから、食い気をつけてるやつらが多いので、あんまり食べ手はつけないけどね。まあでもあのスタッフの人とかが食ってる、俺は食うし、そう、日本のお菓子うめえとか言いながら食ってるやつももちろんいるし、全員は食わないって感じですかね。やっぱりみんな果物とか食いたがる、なんか文化的なもんですね、これは完全に。だけど日本は文化的に果物が高いし、ケータリングにはもう置いてなかったりする。はいはい、で大阪公演も終わりましてね、やっと今に残ると戻るという感じなんですけど、ね、そうでもうもうさ、すげえ前みたいな感じだけど、疲れちゃってさ、いやめっちゃ楽しかったんだけど、そうそう、なんかちょっとね、みんなと別れるのが名残惜しいと感じるぐらい。あのサーカスの人とは別に、まあ、どうせ会うからいいけどさ、日本チームの人とはもう多分あんま一生会わない人も結構いると思うしね。ああ、なるほど。富士の人も、うん、まあ富士、うん、そうね、俺はシルクソレイユにあんまり、まああのオファー次第だけど、今のところやりたいなと思えるオファーもあんまないし、都合も合ってないからやってないんだけど、日本公演の時にまた呼ばれるとかは全然ありえるけどね、うん、まあその時にフジテレビとかまだやってるかどうかも知らないし、音響の人もね、音響、あの音響に関しては音研さんってとこがやってくれたんだけど、その人たちもさ、俺はまあ知ってる人は知ってると思うけど、オーディオマニア、オーディオマニアっていうか音楽作ったりとか音に対してめちゃめちゃこだわりのある人だからさ、もうそこの社長さんとも話させてもらったりして、めちゃめちゃ面白い話聞けたりとかね、もうそう、本当に良かった、あれは。そう、結果的に本当に良かったんですよなんかあんま乗り気じゃなかった気がするけど、そう最初、そうそうそう、ね、ケンさんとはちょっちょ合ってるからねそうそうそう、なんかなって思ったんだけど、結果的には本当にいい経験でした。確かに客寄せパンダって言ったね前。そうそうそう、いやでも、ま、俺からしたらやっぱそうですよ。で実際そういうが、そういう文化の日本もちょっと俺は嫌気がさしてたとこもあった。あ、まあ、日本人の見方とか俺としてはやっぱりショーが一番良くなって、それが認められるのが一番嬉しいパターンなんですけど、俺が入ることによってショーが良くなるかっていうと、それはちょっと違うなっていうのがあったんで、ショーの世界観を壊しかねないので、アジア人が一人入ってるってだけでね、そういうイチャモンつけてくる人もいそうじゃないですか。いるかな、そうかな。いやまあ、でも僕をあのオリックス劇場見に行って思ったのが、うん、なんか割となんか上流階級の人たちが見に来てたんかなって。ああそうでしょうね、うん、そうだと思いますよ。どういう人がジャグリングヨーヨー関係でどういう人が見に来てるんかちょっと興味あったんですけど、うんうんうん、なんか貴族って言っちゃ分かんない、なんかどうなんか、まあ人生に余裕のある人たち。いやそれはそうでしょうね、だってあの今回9800円っていう価格で売ってたはずなんですよ、多分 S 席が。それでもオリックス劇場とかシアターオーブでやるショーの中では激安なんですよ、9800円って。そうで理由を聞いたら、やっぱり人数が少ないから、うちは、あのその他のミュージカルとかってもっと人が多かったりするじゃないですか。だからそういう分だけ安かったりはしますよって話はしてたんだけど、まあ、それでも俺の中でやっぱ高いわけよ。君の名はとかさ、天気の子とかさ、まあ他にもあれもそうだ、空の青さを知る人よとかさ、俺見に行ってたの。映画すごい最近レートショーでめっちゃ見に行くんだよ、日本のね。最近だったら他にはあのジョーカーも見に行ったし、あれも見に行ったよ、あの松岡茉優さんのやつ、ピアノのコンクールのやつ、なんかミツバチみたいな名前のやつ、なんかなんとかとえらい、まあまあちょっと忘れちゃったけど、とかもう見に行ってさ、それってさ、レートショー1300円とか見れんの、どういうことって思っちゃうよね。まあ俺たち生でやってるしリスクがあるとか、そんなこと言ってしまえばそれまでなんだけどさ、その値段設定俺は高いと思うんだけど、まあでもやっぱ結局俺は高いと思えるそうだけど、それを普通に見に来れる人ってやっぱ、うん、余裕ある人たちだと思うから、実際それは合ってると思います。でかつ日本公演ってシルクセイもそうなんだけど、平日がすごい多いじゃないですか。
日本以外だったら絶対ありえないんですよ、こんなあの平日の11時とか13時とか15時なんて。日本で俺これ嘘で間違いでしょって思ったんだけど実際やって、でそうすると実際に俺の体感だったんだけど、夜の回もあったんだよね平日に対して、平日の昼の方が人が多いんですよ。あれと思いましたよね。嘘はどういうことって。やっぱりそう思うと多分結構高齢層の方が多い平日の昼間は。でかつもしくはそのおばさま方、だからまあセレなんだろう、そうそうセレブのおばさま方、お子様は学校に行き父親、そう専業主婦の人たちとかは結構多かったような感じはした。うん、まあ休日になると途端にまたあのなんだろう学生とは言わないけど、まあそういう普通の層、普通っていうか、うん、まあバランスが取れた感じにはなるんだけど、平日だとそういう感じはしましたね。シルクズソレイとかもそうでしょ、だからあの結構早い時間に昼間やってるはず平日も。だそういう人たちがお金を落としてくれてるから俺たちが仕事できてんだけど、日本はちょっと特別です、かなり特別だと思う。絶対ありえない。フランスとかだったら例えば土日の日本のショーやるにしても日本公演11時と15時とかやってたけど、うん、絶対ありえないからねそんなこと。だいたい16時と20時とか、最近はどんどん遅くなってきてるからもっと遅い時もあるぐらい。演者には負担かからん、遅いショー。でもね人によりますね。俺は遅い方が楽だけど早い方が楽の人もいますね。まあ別にやってることは変わんないっちゃ変わんないんですけど、なんかそんな朝早く起きれねえよとは思いますよね。だって11時のショーやるときってそのショーの2時間前にショーコールっていうのがかかるんですよ。でそれを超えると遅刻になるんですよね。2時間前には絶対集合なんですよ。それが9時になるわけですよね11時のショーの場合。9時、9時いいやん、平日の9時にあの渋谷に電車で向かうんですよ。あちなみに泊まってたとこどこなんですか。ね、大崎駅だからあの山手線の渋谷から南側に下って3、4駅じゃないかな。あ、じゃあ結構都会か。都会です、都会です。とこにみんなアパートがあってそこにみんなで泊まってたんですけど、まあ、ホテルというかまあでもキッチンもあるし一応アパートメントホテルってやつかな。まあいいとこに泊まらせてもらってたんだけど、いやまあ俺としては朝弱い人間だからしんどかったですね。まあでも逆に言うとその終わった後あのみんなで飯行ったりとかゆっくりはできた、そういうのは楽しかったですけどね。そうな感じで終わりました。もう言い残したことないかな俺。みんながねショー楽しみにしてるなんか俺はそんなことやってたんだよ。いやーこれ裏話聞いたらなんかあのショー何やったそうやってやっぱ人間として進化していかなきゃ、進化というか人間、まあ、でもその間だけのそういう風に見せれるっていうのはすごいんやろね。まあでも別に俺もそんなになんかあのショー自体が失敗多くても別にそこまで気にならないタイプのショーにしてるから、うん、別にその気負ってやる必要がないんですよねショーに対して。俺えーいとかってこうやってあの出る前にフジテレビのおじさんたちと一緒にハイタッチこうやってしながら出てくるんですけど俺、自分の演技の前に。そうなんかそれぐらい余裕持ってるのは余裕持ってますよ。すげえ上手かったなと思ったよ。だってまあ別に難易度的にはねそんな大したことやってないし。でもなんかこのファンかファンのあのなんか回転のやつとかも、ああまあでもあれもこういうここでもこういうのやれるんやと思って。無限にやってますからねあれでも。あでも普段やってないからあれ、そうそうそう、ここ数年はやってないね。あその話ちゃんとしておきましょうか。あのそうそう、あの俺の演技のさちょっと内容の話になっちゃうんだけど、ちょっと忘れてた、未来からやってきました。俺の演技の内容の話になっちゃうんだけど、今回あの全部ベアリングでやってるんだよね。でスティックも1本だけでやってる。普段は固定使って3ミルとかもガンガン技やるとか、場合によってはこの前の ID とかだったら 4DR までねやってたんだけど、今回はまあ音楽がすごいスピード感があるし、そういう風にテンポ感を崩すようなことをやりたくなかったから 3DR は一応やるけど、まあ紐も変えず技も少ないけどベアリングのディアボロでやってやりきってしまうっていうスタイルを取ったんだよね。すごいなあれ。そう俺は絶対普段そんなことやんないけど、足の下とダブルピルエット、ピルエットだけ、ピ
あの 4-2 とか、まあ、多少あの回によっては技変えてるんで、ちょっと俺の時ダブルフィールドやってたっけ、そのやってた回もある、ね、けどちょっと覚えてない、どの回が何をやってたか覚えてないんですけど、まあまあ簡単な技だけをやってるっていうシステムにしてパパッと終わらせたっていう、まあまあだけど俺の本来の技術の持ちどころは全て出そうとはしてないですよね、うんうんうん、余裕があってあれか、そうそう、だから実質の技術的なことで言うのは全然大したことはない俺の中ではね、大したことあるよあれ、でもそれがでも俺の強みなんですよね、サーカス、うん、そうだからじゃないと、そのシルコポリスって賞やって ID って賞やって、そう ID は逆にベアリングやってないんですよ俺、そうそうそう、そういえば、そう 縦でちょっとだけやってるけど、ほとんど固定でやってる、そっちの方がテンポ感が曲に合ってたから、そうだからそういうのをねフレキシブルに変えていけるのは俺の強みだし、さっきも言ったけど、あのなんだろう、練習とかをほとんどしないままぶち込まれても全然やれてしまうっていう能力が必要だから、技のバリエーションがめちゃめちゃ多いので、その、確かになんかどれが得意不得意、不得意じゃなさそうだね、荒沢くんの、できないはあんまないので、うん、全部広くできちゃうから、ね、その場面場面で、ね、そのチョイスができるっていうのは、ハイトスが弱いとかそういうイメージもないし、そうね、だからといってハイトスが縛られたら終わるかといえばそういうパフォーマーでもないっていう、だ、ね、ハイトス縛られて終わるトニーみたいなパターンは、うんうん、そういうのがダメだよね、縦もできるしね、そう、縦が、そうそう、縦もダメだけど、じゃあ縦も縛られてもっと狭いところでプロモーション活動ができるかといえばできる、うんうん、そう、そういうのが俺の特徴だから、そう、なるほど、それは俺の強みだけど、まあそれなりにディアボラうまいけど、まあでも競技レベルではもうないよね、さすがにね、モチベーションもないし、競技レベルはもっと高いでしょ、もっと高いのは、俺の全盛期はだって2011年ですもん、だからマジか、そこからあんまり実力的にはあんまり変わってないんじゃないかな、だけどまあ別にプロはそれでいいと思うし、どっちかっていうとさっき言ってた人生経験とかの方が重要、マジで、大体話したな、濃かったね、というわけで、まあ、こんな感じでおしまいですが、まあ、改めて来てくれた人はありがとうございましたということで、来年からねまた新しい賞入るけど、それまで時間あるからまたのんびり動画撮ってあげていけたらなと思っております。チャンネル登録者のね1500人近くなって、まあ、もう1000人超えちゃうとね、ある程度また一つの大台が1万人になっちゃうから、それはちょっと難しいなと思ってるんだけど、まあジャグリングでね、ちょっとでも人生が幸せになる人が一人でも増えたらね嬉しいですから、そのために頑張りますかね、うん、1万人難しいんかな、むずいと思いますよ、1万人いくとその六本木のスタジオとかが使えるようになる、YouTube スタジオとかが、はい、まあそんな感じです、まあのんびりやっていきますので、また何かあったらコメントとかよろしくお願いします、チャンネル登録と高評価か。でもあれだから大学の4年か3年の話なんだけど、大学生の間にやりたいことやろうと思って、その中でね、まあ何個か挙げた中に富士山登っとこうと思って富士山登りに行きたいから、そしたら登山が好きなね、あのうちの味噌にジャグリングサークルのメンバー1人と、あともう1人富士山登りたいやつ連れて3人で、男3人で、男3人で登りたいやつらが一旦あの行くことになって、だけどちょっとね次の日あのこの TIDC っていうあのディアボラの大会があって、それのアテンドで俺成田まで迎えに行かなきゃいけなかったから、日帰りで行くことになって、まあ、まあ普通じゃないけど、まあお年を召されている方とか元気のない方は途中の山小屋とかに泊まって、8合目とか9合目かな、4 5 7合目かも分かんない、泊まって次の日その上で朝日を見るっていうのがスタンダードらしいんだけど、俺たち弾丸でそのまま夜登って頂上で朝日見て降りてくるっていうことをやったんだよね。でそれでもうめちゃめちゃテンション上がってさ、こうなんかこの頭にライトつけて登るんだけど、そのライトをさこう目のとこにつけてさ、2つつけてこうやってこういう感じでこんなことやって遊んでてさ、ツイッターにさ「今から登るぜ!」とかってやってたらさ、なんか全然知らねえやつからさ、こういうなんか山をなめてるやつは死ねばいいのにとかなんか書かれたりとかしてさ、それにもめげず俺は5合目で、お土産屋さんとかなんですね5合目って、帰りの人のためのそこにさ、なんかソフトクリームとかなんかもう美味しそうなものがたくさんあって、
でも疲れた体には良さそうなさ、その桃ソフトクリームとかがあるわけですよ。まあでも登りながら食うもんじゃねえと思って、寒いし寒いからね、あの富士山って夏だけど、そう、あの頂上に行くにつれて寒くなるけど、5合目の地でも結構涼しい。だからみんな着るもんは持ってかなきゃダメよ。俺は半袖で全部登っちゃったんだけどね。でその時で5合目でもうお土産用のなんか餅みたいな、ちっちゃいこういう餅、中になんだろう、グレープあんみたいのが入ってるなんか餅みたいなのを食いながら、もうテンション上がって、本当は帰って、もうお土産を登りながら食うっていうわけわかんないことやりながら登って、ノンストップで頂上まで俺行ったんだよね。あの半袖のまま、体が熱い体が熱いとか言いながら半袖のまま、明らかに異常なんだけど、で頂上に登ったら登ったで、あの 動かずにこう朝日を見るから寒くなっちゃって、めっちゃ寒くてこうブルブル震えてたんだけど、頂上にそのなんかね、レストランみたいな、レストランとは言えない、山小屋レストランみたいなのがあって、本当にもうちょっとちっちゃな、こんぐらいちっちゃなうどんとかが食えるみたいな。でもうなんか部屋もさ、なんかこうやってベンチがこう並んでて、みんなでこうやってこんな狭い肩身の思いをしながらこうやって食うんだよね。でその時にさ、俺さ、この財布をね、これ中学校の時に高校に入学するってことで、あの隣に住んでたおじちゃんがさくれた財布なんだけど、まず使ってるの俺、ここにこうやって挟みながらこうやって食ってたんだよね。でそれは覚えてたので、まあそこでうどん食ってさ、美味しかったなとは言わないけど、まあ朝にも登っちゃったし、河口を一周してそのまま下に登ろ、あ降りようということで、まあ降りてんの、ね、まあ降りるのは3時間4時間で降りるのかな、もうちょっと時間かかるかもしれないけど、結構早く、まあ登りに比べればですよね。で降りて、で途中からさ、もう一番下にあるさ、こうあのソフトクリームを、もう あの5合目で見たソフトクリームを食べたくなるわけですよ、もう疲れた体に。もうそれを目的にさ、もう頑張って降りて、お出たソフトクリームやと思って、その前に行って財布出そうとして、財布がないんですよねあって思って、一番上に置いてきたと思って、頂上に俺人生初めてこう膝から崩れ落ちましたもんね。こうリアルにこう膝から崩れ落ちちゃって、でもね、家の鍵もね、俺財布に入れる人だから、家の鍵も財布に入れちゃってたし、行ってもうどうしようもない、お金もないっていう状況 でだから友達にね、一緒に行ってた1万円だけ借りて、その日はなんとかでも過ごさなきゃいけないけど、とりあえず家に帰ろうと。でも鍵ないけど、まあ大家さんいるだろうと、電話したら届くかなと思って、1万円で家に帰ったら、お盆だったから大家さんいなかったんだよねそうで家の鍵もないと、あーもう終わったと思って、だけど次の日はさっきも言ったけど TIDC のアテンドで成田行かなきゃいけない、あ終わったと思いながら、まあ、千葉のばあちゃん家に泊まりに行って、そのまんまで、とりあえずアテンドだけをしに行ったんだよね、その次の日で。そのまんまの足で俺、そのまんままた富士山に向かったの。財布が頂上にあることは前日に警察に行って電話してもらって分かってたから。だけど前日その話をした時には、警察で言われたのは、もう一回登ってもらうしかないですかねとか言われて、相当寝て嘘だろと思ったけど、もう俺も疲労困憊だけど行かざるを得ないと思ったからすごいな。そうで、その次の日そのアテンド終わった足でそのまま行ったんですよ、5合目まで。で一応その時に一応警察に、あのもう一回来てくださいって言われたから行ったら、あのそのツアーの人がその上から警察まで財布持ってきてくれてて、そう結果的には5合目の時点で、あの俺は財布を改めてゲットして、もうあの念願だったソフトクリームを買って食ってから、そのまままた東京に帰ったっていう話がある。もう俺ら財布諦めるけどいやだって家の鍵あるから帰らざるを得ない。そうで、それがこの財布。ちなみに俺はこの財布をカナダに忘れた、あこの iPhone をさカナダに忘れてきたこともあるすぐ忘れてくるすごいな、物忘れするのって、なんか欠陥があるんかな。うん、でもね、物忘れ自体が多い方ではないと思う。ただたまにそういうわけわかんないことをする日本一の位置エネルギーを持った財布ってずっと言ってるからこれすごいな。いやまあそれ全員登ったやつはそうなんだけど、俺のやつは長いしてきたからね、位置エネルギーが長いしてたからすごいな。掘るとね、なんかその辺からでも人生が狂い始めて、面白いことが起きるようになってきたんだよな。うん、4年の話だもん多分。うん、そんなもんだもん、ね。